るなんてあんたすごいわね。ただのパクリでしょ。ボレロ形で踊ってどうすんのよ。中からこう表現したいものが出てきてないんだから何も感じなかった。まあいいか。週に2回ギャラいるんでしょ。おいで。でもまあそのうちおっぱい出すことも考えて。おばあちゃんじゃあね。社長さ、形から入ったって別にいいんじゃないの。ねえ、あの子が初めてあの舞台に立った日のことを今思い出しちゃった。弟さんの和真くん亡くなってから毎晩来てたもんね。